こんばんは。チャンネル11の時間です。スーパー GT 第3戦セパン予選だけでもしょうがないですけど、今日の予選はですね、まあ一周のスピード的にはまあ上ともありなかなかちょっと難しい部分はあるんですが、まあ予選ということで一周を求められる中で、ね、チームがいろいろなことを考えながら車を持ち込んでくれました。その中でも多少こう足らない部分はありますけど、チーム全体として頑張って、予選1回目はね、僕があの担当してね、今回あのかなりポテンシャルのあった6号車がエンジンブローして、そのオイルが出たために赤旗になって、最後残り1周しかできない予選でしたが、なんとかウォームアップに上回ったんですけど、みんなの助けでなんとか6番手に滑り込むことができました。まあ、ただね、あのスーパーラップ石川選手がいたんですけど、やっぱ彼の流れもね、どんどんこう足らない部分を彼の走りでこう、ね、そのカバーしすぎてちょっと攻めたんですけどね、それがちょっと悪い方向に出てハーフスピン、僕が見る感じだとね、そのスピンもね、あの壁まで行ってもおかしくなかったような状況なんですけど、コース上にとどまって車が無事というか、これはもうかなりラッキーだと思ってます。我々はね、今回の予選に関してはちょっと苦しんだ部分のイメージありますけど、明日決勝はね、あのチーム力を結集してですね、あのこの暑い灼熱のセパンで、次の、スゴとかね、そのレースを見据えてちょっと頑張ってレースしていきたいなと思います。ちょっと実はね、あの富士も優勝することができましたが、ちょっと自分のね、今のフィニッシュ的にはあまりちょっと不安な部分があってですね、それを今回チームが必死で考えて、改善する方向に持っていってくれたので、それには本当に感謝してますし、シーズンをポジティブに戦えると思いますので、正解が上がりたいと思います。以上です。